今年も MLB オールスターゲームが開催され、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が本塁打を記録するなど大舞台において、球界の顔たる実力を見せつけた。シーズンでも早くも3度目となる MVP 受賞の可能性がささやかれるなど、日本人スターのパフォーマンスは多くの野球ファンを引きつけている。その一方で、すでにファンの間でも議論されている MVP については、 指名打者のみでのプレーを続けている大谷に対し賛否の声が上がるなど、さまざまな見解が伝えられてきている。その中で、米メディア、ファンナチオンではアリゾナ・ダイヤモンドバックスのケテル・マルテも、大谷と並ぶナ・リーグ最優秀選手候補であると主張している。現地時間7月16日に配信されたトピックは、ダイヤモンドバックス番記者を務めるジャック・ソマーズ氏により執筆されており、 ケテルマルテが MVP 有力候補であることは間違いないと評するソマーズ氏が、今季の両選手の成績、さらに攻守両面での貢献度を示す王の比較なども行っている。その上で、ソマーズ氏はいずれの数字も大谷が上回っているとしながらも、それらの成績、指標を踏まえ大谷がいなくてもドジャースはナ・リーグ西地区首位に変わりはない。しかしか マルテ不在のダイヤモンドバックスはトレード期限では売り手となるだろう、などと、両選手のチームへの影響力の違いを指摘。ソマーズ氏は、現実には、大谷は地球上で最高の野球選手であり、それを打ち負かすことはほとんど不可能なストーリーを紡いできたと前置きしながら、しかし彼が今年 DH しか行っておらず、彼がいなくてもドジャースは首位をキープしているのも現実だ。 彼が生み出すマーケティング的要素やメディアの話題性は、MVP 選考の要素にはならないはずだと持論を展開する。さらに、マルテのいないダイヤモンドバックスは、ナ・リーグ西地区最下位からの脱出を争うはずだ。この2人の選手の王の差はわずか少数点以下であり、MVP、投票者はこれらの相対的な価値要素を考慮すべきである、と強調。 マルテが大谷と並ぶ MVP 候補であるとする理由を説いている。大谷、マルテとも、オールスターではスタメンに名を連ねており、同地区でプレーオフ出場を目指すチームの主軸としてチームをけん引する立場でもある。シーズン後半のさらなる活躍も見込まれる中、他の有力選手も含めた MVP 論争は、さらに熱を帯びていくことは間違いないだろう。